ショールームさんのあの配信予約機能を使ってみたんですけれども、いかがですか？なんか結構すんなり登録できすぎちゃって、果たしてこれ皆様の元に届いているのかちょっとわからないんですけど、どうですか？こんにちは。届いた。あ、よかった。なんかポカンって通知来る的なテンションってことですかね。あ、よかったです。なんかね、初めて使った記憶だったんですけども、なんか2022年に登録してたんですけど、え、焼き芋の品種、シルクスイートみたいなやつ。渋谷に始め、ありがとうございます。はるくんさん、ありがとうございます。配信中の人の、あ、なるほど。誕生日プレゼント何を願うの。いや、もう皆様がねいてくださるだけで嬉しいので、私は特に何も、もっと頑張る。ねえ、ビリアル羨ましいわ。いってらっしゃい。どうぞ行ってきていいですよ。どうぞ行ってきてください。私はここに残り続けます。どうぞ言ってください。いやいや、重要重要、ビリアル重要、ビリアルの方が重要重要。あ、取れました。あ、どうぞ取ってください。どうぞ取ってください。成功。あ、羨ましいですな。BLの音って何？ BLって音あるんですか？てか本当に謝罪、すいません。めちゃくちゃ部屋の中探したんですけど、イヤホンなくしました。またこれで3本目、すいません。で、今日朝からずっとね早起きして、どうにかして有線のイヤホンを今日中にゲットする方法を探したんですけれども、純正の iPhone さんのお店に行かないと難しそうで、ちょっと今日の予定的に難しくて、すいません。あとお小遣いが結構純正高くて、純正じゃなくてもiPhone 系的なライトニング端子のやつは結構私の小遣いにちょっと重大な損失を及ぼす可能性があると私の中で判断が下されまして、いつか絶対にセブンティーンになったら歌いますので、すいませんが少々お待ちください。大体私は友達にね借りているので、ちょっとまた学校がね
ありまったら友達にちょっと借ります、すいません。ちょっとね今ここにいらっしゃらなくてね、めちゃくちゃスイートセブンティーンを楽しみにしている方いらっしゃいましたら、すいませんが謝罪しておりましたというふうにお伝えしていただけたら嬉しいなと思っております。本当にねすいません。はい、というわけでね、誕生日も言うとコメントありがとうございます。あと昨日ね夜中に家族がね赤だけ見てたんですけれども、めっちゃ平和な感じになって、もっとねすごかったんですよ。壮絶な現場だったんですけど、やっぱね下りがすごかったんですよ。とにかく純吉さんありがとうございます。下りがすごいことになってて、なんですけど下りが全カットだったので、結構ねもっと現場にいたら壮絶でございます。なんですけれども本当にみんなよくすごすぎます、みんな元気すぎるっていうことですね。あんまね言いづらいのでね、あんまねまだ見てないよっていう方もいたらね、いやで本当に下りまでもしあったらもう私なんか人が狂うまでの映像みたいな感じなので、でもね私たちは私2チームにね分かれたんですけど、その私たちのチームはねの方に葵がいたんですけど、葵さんマジで登るのうますぎてスタスタスタっていくんですよ。愛ちゃんと葵さんマジで登るの早すぎてスタスタスタタってね行ってね、はいポン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 って降りていくのでね、ちょっと待って待って待ってっていうことでね、もう私は最後尾だったので、もう前にいる数人にもう申し訳ございませんが先に行ってもらって、安全な岩場をちょっと教えていただくっていう、その調子いいやつポジでやらせてもらってたんですけど、ねすごいうますぎる本当に。すごいスースタースタだーっていくんですよ。もしかして経験者ってぐらいね。でもね山登ったことある系メンバーもねちょっと いたはいたので、もしかしたらねその関係でやっぱなんかもしかしたら昔の頃なんか記憶がみたいな感じなんですかね。いやーでもね本当に楽しかったですね。やっぱこのストックを使うまではまあ普通にハイキングみたいな感じですけど、やっぱね面白くなってくるのはやっぱストックが使えなくなってくるあたりからめちゃくちゃ面白くなってくるんですよ本当にね。でもやっぱストックあんながっつり岩場っぽい山ってやっぱ時間かけないと登れないから、もうせっかくだったらって感じだったんですけど、もったいないかけた時間がねもったいなかったんですよね。やっぱりせっかくだったらって感じなんですけど、いやーももさんもね本当にももさんねだいぶね足をいたわっていかないと難しい感じだったんですけど、結構ねももかが登ったとこもだいぶ中盤というかだいぶもう上まで来てる方だったので、あそこまでね私だったらって考えるとめちゃくちゃ多分大変だったと思うので、結構ねあれだいぶね進んでるんですよね、桃花が来てるところって。そうでも確かにすいません、まあでも、まあね、もし見ていただけたらねあれなんですけど、やっぱりテロップでも出していただいてたんですけど、やっぱね待ちすぎて帰りが真っ暗で本当に遭難とかそっちの方がまずい、確かにあの時はもうそういう考えにはまだね私は至れなかったんですけど、まあ、確かによくよく考えたら真っ暗な待ちすぎてねいつか晴れるかもと思って待ちすぎた結果真っ暗な登山下山っていうのもね確かやばいのでね、
メイキ、そうメイキングもねあるんですけど、昨日もねあのツイッター X の方で、きっと絶対絶対のねポストさせていただいたんですけど、またねちょくちょくきっと絶対絶対のミニアルバムのポストするので、もし皆様もねもし興味があったらチェックしていただけたら嬉しいです。もう私はとにかく皆さん、たくさんのね皆様の元にねたくさんあのきっと絶対絶対が届いてほしいというねその一心で、あのしばらく生活しておりますので、ぜひね、すでにねあのもうゲットしてくださった方も本当にありがとうございます。ぜひねあの本当に赤だけ登山もねめちゃくちゃ面白いビデオビデオっていうのっていう感じですけど、映像になっているのでね、あやとさんありがとうございます。ホームビデオみたいなテンションになってしまったんですけど、あの映像になっていると思うのでね、あのメイキングもね作っていただいているのでね、見ていただけたら嬉しいなと思います。あら、お大事にしてください。 CD ショップ巡りもぜひよろしくお願いします。新宿店さんのタワールコードさんに私が書いたなんていうの、あ、渋谷店さんと新宿店さんのタワールコードさんに、ね、私のポップもね書かせていただいたので、もしよろしければ見ていただけたら嬉しいなと思います。そう、浦和店さんにね行ってくださった方ありがとうございます。私もねぜひぜひ行ってみたいんですけれども、私のねサインとかもね置いていただいているんですけれども、あのぜひね、あと京都店さんの方もね、もしあのそちらのね近畿あたりにお住みの皆さんはぜひね行っていただけたら嬉しいなと思います。映像見てありがとうございます。今日行ってくれありがとうございます。ぜひね皆さんもお写真とかお待ちしてます。まだねそうコンビニとかでねまだニア充が流れてるのを聞いていないので絶対聞きたいなと思っていて、しばらく期間とかもあったりするのでちょっと終わっちゃう前にね行きたいと思います。ぜひスピンズさんの方もよろしくお願いします。ロースネームぶつけて、いいな。そうスピーズさんにもねあのニアジョイメンバーのあのサインがね飾らせていただいたので、あのポスターの方にサインさせていただいたので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。てかあの店舗巡りというかスピーズさんに行かせていただいた際に、あんまり私渋谷にね行かないので、すごい都会すぎてねちょっとね緊張してしまって109とかも行かないんですけど、ちょっとねスピンズさん可愛すぎて、普通にももかとかとね、すいません普通にレジ使用してもいいですかっていう感じでね、ただ買い物客になるところだったんですけれども、ちょっとまたね今度改めてねスピンズさん普通に買い物がしたすぎたので、ちょっと今度またねお邪魔したいと。最近ねなんか前髪をねなんか変な癖ついちゃって、なんか前髪にね前宿毛かけたんですけど、したらねなんか新たななんか見たことのないなんか宿毛をかけたことによってなんか新たな癖が誕生してしまって、なのでねもう一層ねこう前髪分け
いいなと思って、前髪分けてるの可愛いじゃないですか、ゆうかちゃんみたいなね前髪がいいんですけど、でも絶対私ね、あのね可愛い前髪似合わないから、そう、あのね福岡公演の一番最初が本当に大変なことになっていて、あの真っ二つでこうパッカーンと寝てしまっていたのに気づかないまま、あのユニット曲とかそこら辺を全部それでやってたみたいで、もう恥ずかしかったですね、さすがに落ち込みました。そう帰ってきてね、はいじゃあ早着替え、ってことでねめっちゃパッカー割れてるじゃないかと思って、誰か皆さん言ってよ見てるんだったらと思ってね、そう後ろのモニターに映っていたはずなんですけどもね、皆さんはねこうやってはいはいはいって、ね、ペンライト振ってくださってたんですけど、おいおいおい前髪割れてるよってね言ってくださいということでね、最近ねニアジェメンバーのモーメントにハマりすぎて、あのみんなモーメントのことばっかり考えて生活してます。昨日もなんか朝なんか美月がなんか手書きなんかメッセージみたいなのをモーメントに載せてて、みんなおーいいねいいねとか言ってすごいなんか興味示してました。みんな私もだからなんかこんにちはとかやってみようかな。やっぱねモーメントめちゃくちゃ楽しいんですよね、もうみんなね、うんこれモーメントにしよっかな、うんこれモーメントにしよっかなってね、ずーっとみんなモーメントモーメントって感じです。そうペンライトカラーのねお花こちらにこちらに私の目線の先にね勉強机の上にね、あの私の母がねちゃんとなんかねペットボトル切って、イヤホンごめんなさい見つかりませんでした、もう絶対今度やりますね、もう本当にごめんなさい私のねこの自己管理能力のなさ、これもうね失望って感じですね。うん珍しいですね、私の母がねこの準備してくれるっていうの珍しいですね、まあありがたいです。お姉ちゃんにお姉ちゃんに借りたやつをすいませんなくしました、でも絶対見つけます、ごめんなさいだって借りてるから、借りてるっていうかもらったんですけど私の姉から、もうね嬉しくて定期的に見ちゃいます、かわいいお花。私ねもう本当にもう部屋が汚いかったから、そんなねお花とかね植物をねこうお迎えする余裕っていうものはなかったんですけども、こうやって見るとやっぱねこれから定期的に買おうかな。私キッザニアですね、キッザニアでも毎回常習っていうか毎回行っていたんですけども、花屋さんは、まあ、なんでかっていうと、まあ、やっぱね結構その間を埋める時間に結構あそこの商店街使いやすかったっていうところですね。すいません、またね16歳以上だっけ高校生以上だっけ高校生だっけ、なんか2パターンあるんでしたっけ、またね大人キッザニア高校生キッザニア、まあ大丈夫ですよね。まだやってないですよね。もうね去年屈辱的だったんですよ、甲子園は行けないんですけど、甲子園の方は行けないんですけど、私東京行きたくて毎回チェックしてたのになんかね終わってたんですよ。それでしかもなんか虫が知らせか知らないんですけれども、なんかなんとなくなんかそろそろ始まって受付始まってるかなとか思って SNS 開いたらこう
高校生がなんかキーザーニアって言ってみんながこうやってスマホかけてウェーイってやってる映像が出てきて、え、終わってんだがってなってしまって、本当にその日はね本気に涙が出たんですよ。私はそのぐらいねキッチャン屋のことを愛してたのに終わってたんですね。ってことなので今年こそは絶対行きたい。本当にね去年めちゃくちゃあの日のこと鮮明に覚えてますよ。流れてきたんですよ。楽しんでいる JK たちのキッザニア映像が、はあ、まだ来てないですか。でもね、あの電話したことあるんですよ、キツニアさんに。こうやって告知とかってないんですかって。母もねしてくれたんですよ、キツニアさんに電話。でもやっぱね改めて考えると多分ね1年に1回ぐらいしかないから多分めちゃくちゃ集まるんですよ人が。で告知してないのに即売り切れぐらいだから、ってことはもう告知なんかしちゃったら大変なことになっちゃうと思うので、まあ確かにね一理あります。でもね一応ね、あの SNS X の方にはポストしてるらしいんですよね。大人キッズに年に1回、いや年に1回かも分からない、もう、ま、もう本当のランダムなんですよ。1年に1回なんでしたっけあれって。ファンクラブ選考、ファンクラブ選考欲しい。もうねほんとモーメント大好きなので、ぜひ皆様モーメントよろしくお願いします。ファンクラブ興味ある方、もうねあのみんなモーメント更新しまくっていて、もうすごいで、ね、多分お得な状況になっていると思うので、今もしよろしければ。てかあの昨日ねちょっと文章だけだったら味気ないかなと思って、あの姉とこの間ねカフェに行った時の写真撮ってもらった写真を載せたんですけど、なんかあの後ろぼかしをかけ、まああの基本的にぼかしをかけるって決まりなんですけど、あのぼかしを貫通してモルカーがすごいね透けてたんですけれどもすいません、あのよくよく上がってから見たらね、あのぼかしかけたつもりなんですけどモルカーがなんか透けてたんですよね。そうモルカーカフェに行きました。なんかね今モルカーカフェやってるらしいんですけど、なんかねだいたいコラボカフェってまあ 1,2 回ぐらいじゃないですか。あの姉ね 5,6 回ぐらい行ってるらしいんですよすごいですよね。そのぐらいねモルカーが好きなんです私の姉は。そうなんかすごいよね。お姉さんも好きなの、いや姉がねすごいんですよ。こんにちは。明日はね夜ぐらいに配信目標で頑張りたいと思います。でもね本当に今月はデビューとか大きなことをさせていただいてたので、なんかもう私はねお誕生日はもうおまけコンテンツって感じなので、もし明日ねもう暇っていうかあのまあお手すきの際になんかちらっと来てくれたら嬉しいです。まあ16歳になっても16歳のままでも17歳になってもこれからも変わらずねニアジョイに少しでも力になれるように頑張っていくつもりでございますので、私のそのね根本の考えは16歳を引き継いでいきたいと思うので。ちなみにスイート16はねスイート16パーティーですので、大元の
あのそのスイートシックスティーンパーティーの歌なので、これからもスイートシックスティーン、何歳になってもスイートシックスティーンを、スイートシックスティーンのまま、この歌詞のまま歌い続けます。ゆうちゃんさんありがとうございます。優しい。明日お仕事で、あら、そうなんです、ね、また今日みたいにね、告知ができる感じになったら、あの配信予定のとこに入れますね。金河一大好きでありがとうございます。もうね、たくさんねポストしてくれて本当にありがとうございます。今日も朝早いのにありがとう。本当に毎日忘れ、いやこちらこそすぎる。もう本当にね、もうお仕事とかで、ね、日々お忙しいと思うんですけど、たくさんねすごいね、すごいね、細かくね、たくさんいつも文章送ってくれたり、可愛い画像とかもねありがとうございます。本当に全部見てますので、これからもね、もしね私のこと少しでも考えてくれてる時があったら嬉しいなと思いますし、これからもねゆりちゃんとたくさん思い出作っていきたいのでね、最近お話し会がないからね、やっぱあのこういうね、ネット越しのね、お話になっちゃうと思うんですけど、もちろんちゃんと心ではつながっていますし、またね直接お話できるのもね楽しみに待ってるので、ライブもねたくさん来てくれてありがとうございました。お仕事頑張ってください。土日なのに本当に偉い。マイクさん、ありがとうございます。じゃあいっぱい会えるの、毎週会いますね、楽しみにしてますよ。そう、そろそろねお話し会なのでね、しばらくなかったからね、本当に寂しかったなんですけど、こんにちは。優しい、私こそですよ。通信撮影会ね、私も緊張です。来てください皆さん、本当ありがとうございます。あの一日仕事の方本当偉いですよ。もう平日仕事も当たり前に偉いです。本当に応援してますよ皆さんがね。お休み日も仕事頑張って、私も今日明日でねちょっとあの目を背けてきた、テスト勉強に本当に取り掛かっていかないと、そうそう問題なのでね、ちょっと今日明日で勉強したいと思います。あら、お大事にしてください。今起きました。あら、ありがとうございます。テスト勉強頑張ろうね。まあでもね、これでもう終わりですから。皆さんも一緒にね頑張りましょう。ぜひねショールームをラジオ感覚で聞いていただけたら、流しながら見てる感じ。テスト勉強好き、割とね心に余裕があるときは好きですね。最近なんか大きいバッグとちっちゃいバッグの中間のバッグが欲しくて、どうやったらテスト勉強好きになれる？なんかめっちゃ計画を立てて、なんかログイン的な感じでゲームクリアみたいな感じの、そういう気持ちではやってないんですけど、なんかめっちゃ予定を立てたり、何日まで何をやったりって、なんか予定を立てるとなんかこうタスクを達成してる感じがして楽しいです。だったら自分なりになんかまとめたりとかすると、あと教科書にめっちゃ付箋を貼りまくったりして自分なりのなんか参考書みたいにすると楽しい。
とか言って赤点取ってて受けるって感じなんですけど、私なんかあのショルダー、そうそうそう、なんかトートバッグじゃなくてねショルダーを探してるんですけど、それこそモーカーじゃないですけれどもね、やっぱバッグねめっちゃ使うので、おしゃれな文房具ね、そういうタイプもいますよね、すごいねいいと思いますよ。あのでもね私あの文房具なくしちゃうんですよね。赤点、いやめっちゃ赤点でしたよ。あのね今まででね、あの前回のテストね、なんかね人生で初めて、めっちゃね人生初めての赤点をゲットしたんですけど、なんでだったんだっけ、何か何かにかぶってて勉強はしてなかったんですよね。何だったっけ。皆さん本当にお気をつけください。あの範囲とかはねさすがに調べてから言ってください。まあね気向かないときはやらなくていいんですよ。気向かないときにやるねタスクほどねあの無価値なものはないですから、気が向いたときにやればいいんですよとか言ってね、まあ赤点取ってるんですけどね。何の科目が好き？ない、本当に一個もない。前ホームルームで喜んでたんですけど、今はもうホームルームすらもうきついです。もう50分椅子に座ってるっていう事実がもう受け入れられない皆さんてか大学生の方とかすごすぎません？あ長い授業どうやって椅子に座ってるんですか？私もう5分でも椅子に座ってられない、もうね動きたくて動きたくてもう足バタバタさせちゃうんですけど、もうね無理、本当に動きたいんですよ基本的に。私ねリハーサルでも常にねフラ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 歩き回ってて、いやもうすごいすごいっていうか私本当にね止まってられないんですよね。ずっとね体をこうやって揺らしてないといけなくて、授業中何考えてるの？機能、え、机にめっちゃ数字を書きまくってます。特に意味はないですけど、それで暇つぶしてます。なんか数字を書く癖がやめられないんです。怖いですよね、私もよくわからないんですけど、大学のスマホいじってもの時の、おー大学生大人ですな。演習率演習率を書くことはあんまりないですね。絶対ね演習率を覚える必要はなかったですね。理系なの？いいえ、もうちょっとしたランキング読もうと思います。まだね16歳、本当にねもう本当にねすごいたくさん経験させていただいたので、やっぱねこうやって皆様にこうやって出会えたこともねとっても嬉しいですし、もうね信じられないぐらいね、スワの定点見返してこの間の配信のライブ映像見返してって、もうずっとね自分のね映像を見返してもっとねこうしようってね気持ちだけは先行し、ただね実行するのが下手なんですよ。だからこれからはね研究その自分の反省点とか改善点をこうそう実際にねこう皆さんのこう改善したんだなってね皆さんに伝えられるぐらいねたくさんあのパフォーマンスの研究を重ねていきたいと思いますし、
私はね本当に言葉を伝えるのが下手っぴなので、ちょっとね頑張っていきたいと思います。まあ、17歳の目標はね明日にでも言おうかなと思います。で今日ねちょっと配信予定告知使ってみたので、もしよろしければ明日もね入れようかなと思うので、見ていただけたら嬉しいです。そこチェックしてください。ではランキング読みます。13位いきますね。浦海王さんありがとうございます。エンゼルンさんありがとうございます。11位人生さんありがとうございます。10位翔さんありがとうございます。9位トモさんありがとうございます。8位ケイジさんありがとうございます。7位ギゴニニうんニーアトさん、ちょっとやばいすいません、ありがとうございます。6位ヒロムさんありがとうございます。5位ユメタンさんありがとうございます。4位あやとさんありがとうございます。3位純吉さんありがとうございます。2位はるくんさんありがとうございます。で1位はゆうちゃんさんありがとうございました。タワーギフトくださった方、今浴びできなかった方も朝から見てくださってありがとうございました。というわけでね、明日で17歳になるんですけど、まああんまりねもうそんなことをすっからかん忘れちゃうぐらい、たくさんねすごい幸せな日々をねもうたくさん過ごさせていただいたので、まあね、あそういえば17歳やっていう感じなんですけれども、まあね今日16歳終わりなのでスイート16聞きます。皆さんもぜひ聞いてください。きっと絶対に収録されてます。今日も見てくださってありがとうございました。朝早くから起きてくださって、ではね明日も配信しようと思うので、もし見てくれたら嬉しいです。では今日も頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。